この度わざわざご報告するようなことではないかもしれませんけれど、今朝家の前にも多くのマスコミの方がいらっしゃいました。ご報告をするということも一つ義務なのかなと思います。それはやはり昨日、夜に妻真央が旅立ちまして、それによりましていろいろとございます。その中で家族の時間や家族でしなくてはならないこと、家族で話すべきこと、また子どもたちとのこと、そういったことの時間という中で思った以上に皆様に伝わったのが早かったということで、急遽このように皆様にお時間を作っていただいたのも、そのように多くの方にご迷惑のかからないように、そしてまたブログやましてやアナウンサー時代から妻のことを応援してくださった方々のにご報告ということで、このような時間を設けさせていただきました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ご心配のところ本当に申し訳ないんですけれども、真央さんその最後の時はどなたが見とられて、どんな言葉を交わされたんでしょうか。そうですね、ご用な私は昨日も舞台でございまして、それまで真央さんと真央のお母さんとずっと看病をしてました。私は昨日舞台が終わった後にここで別の撮影がございまして、その後にロビーでまた別の稽古がございました。そしてその時にお母様から LINE が来てたんですけども、ちょっと僕は見ることができませんでした。約1時間半ほど遅れて見た内容が具合が悪い、ちょっとお医者様も来ていて家族を呼んだ方がいいというような内容でございまして、私もちょっと慌てて急いで家に帰ったわけです。そうして帰りました。まだ孫はこのようにいてくれて、たまたま本当にたまたまなんですけど、私がちょうど妻の前に座ってちょっと呼吸が苦しそうだったので大丈夫かなと言っても、昨日は一昨日までは喋れたんですけど、昨日はちょっとずっと喋れずにいたんで、これは本当に不思議な話ですけれど、息を引き取る瞬間私は見てました。その時にこれは本当に不思議なんですけど、愛してると言って彼女が一言言って泣いちゃいますよね。その一言、愛してると言って本当にそれでそのまま旅立ちました。その愛しているという言葉を真央さんはちゃんと受け止めたように言いましたか。いや、僕が言ったわけではなくて、彼女が旅立つ間際に愛してるルが聞こえたか聞こえないかちょっと分かんなかったんですけど、愛してると言って旅立ったのがちょっと何と言うんでしょうか、こんなに愛されていたのはよく分かってたんですけど、最後の最後まで愛してくれていたことに
なんとも言いませんね、うん、まあすいません、なんかどうしてもね、昨日の今日で何も準備ができてなくて、このようなところでお見苦しいところをご覧入れてすいません。最後ご自宅で送ってあげることができたのは良かったなというふうに思います。それはとても良かったと思います。お母様もお父様も、私もお姉様もマヤさんもで、子供たちもずっとそばにいられたのですごく良かったなと。まあ病院で、私は父は病院で亡くしているので、病院の時とは違う、家族の中で家族と共に一緒にいられた時間というのは、まあ本当にかけがえのない時間を過ごせたと思いますね。お子様も含めてご家族で皆さんで送ることができたと。はい、そうですね。子供たちも見てました。真央さんは闘病の中で、さらに辛い中でも勇気、愛情、笑顔を忘れずに戦ってこられたと思うんですけれども、そんな真央さんの生き方を、ウリゾーさんはどんな言葉で言っていないですか？おっしゃる通り、本当に笑顔と勇気と愛情、そして決してぶれない自分、そしてどんな状況でも相手のことを思いやる気持ち、まあ愛ですよね、まあ、そういった力が最後までぶれず、おとついまで笑顔で話してて、昨日ぐらい、おとつい、昨日はやっぱりちょっと調子悪かったので、まあちょっと我々家族も急にそういうふうになってしまったので、戸惑った部分、すごく大きかったです。エリゾーさんからどのような言葉を送られましたか？僕ですか？いつ？真央さんに、もうこの世にあるありとあらゆる言葉を耳元で話してましたけど、劇場さんにとって真央さんの存在、どんな存在でしたか？とにかく私をどんな部分もどこまでも愛してくれていたんだなと、存在っていうのは存在ね、できればずっと一緒にいて、私の方が先に、行って彼女にはもっと幸せに、もっと楽しく、家族やお友達やご家族、マヤさんやお母さんやお父様、そして私が役者として成長してきた過程をずっと見守ってもらいたかった存在です。レイカちゃんとカネン君のご様子というのは、レイカは、昨日はずっと真央のそばを離れませんでした。そして、
彼女の横でずっと寝ると言って寝てました。まあ認識はしてると思いますね。肝炎はまだ分かっているんですけれど、分かっていないところもあって、まあ今日の朝も真央の横になっているところに二人が真央の顔を触ったり足をさすったり、手を握ったり、そういうところを見ると、まあ私が今後背負っていくもの、やらなくてはならないこと、子供たちに対してとても大きなものがあるなと痛感しました。肝炎はまだ分かってますけど、分かってないと思います。お子様2人にこれから、まあ、もうちょっと大丈夫、はい、やっていくとまた思いますけれども、奥様から学んだ大切なこと、どういったことをこれからも伝えていきたいと思います。元気になったら彼女は自分が歩んできた家庭の病、その乳がんやそれに伴う病に対して、自分が治ったらばこうしたい、ああしたい、多くの人に救いになれるような存在になれるようになりたいということで、一生懸命闘病しました。それで、まあ、ブログというものも始めたんです。まあ、本当にマスコミさんのおかげで、ある意味公になって本当にありがたかったと思います。それでブログというものを始めて、何かこう同じ病の人たちや苦しんでいる方々と悲しみや喜びを分かち合う妻の姿は、まあ私からするとなんか人ではないというか、なんかなんていうんですかね、すごい人だなっていうか、まあなんか言い方おかしいですけど、でもまあとにかく総合的に教わったこと、そしてまだ今後も教わり続けることは愛なんだと思いますね。中に浮かんでくる真央さんの姿というのは、どういう表情が思い浮かべられますか？どういう表情？全部です。初めて会った時、の彼女から今の今日の朝まで全部全部です。笑顔が多いです。そうですね、多かったと思います。それまでいろいろなお話を真央さんとされてきたかと思いますけれども、もちろん最後のお言葉である愛しているという、もちろんその言葉が残ってらっしゃると思うんですけど、これまでお話されてきた中で、リードさんに対してのお話でしたり、子供さんへの子供、心残りだと思います。二人のことについてどうすればいいんだろうって考えても答えが出なかったものだと思います。ですから、まあ、いろんなこともあり、まあ、今回も子供たち
出演したり、7月も出る、まあ、せがれが出るんですけど、ね、そういうのを見に来ることを一つの目標として、まあ、いろんなものを作ったんですけど、まあでもきっと見てると思うんでね、そういう意味で、まあ、だから、心配で心配でしょうがないんじゃないでしょうか。海老蔵さんが託されたことみたいなものはありますか。まあちょっと多すぎて言葉に出せないですよね。もちろんね、今のこれからも今舞台やってたわけで、この後も舞台ありますし、来月もすぐありますし、子供の稽古もありますし、玲香の成長のことも考えますし、やっぱりそのこれからまだ5歳と4歳ですから、これからお母さんっていう存在が彼女や彼には非常に重要な存在なわけではないですか。それはやはりこう失った、それはまあ僕は代わりにはなれないですけども、まあ、できる限りのことをやっていくようにも思ってますね。真央さんがよく言っていた言葉で今思い出されることってありますか。よく言っていた言葉、いやでもやはり言葉というか、お姉さん、まやさんが、まあ、ちょっと調子悪くなった時に、例えば私が舞台で非常に疲れた時も、彼女自身はやはりもっと重い病にかかっている、そしてお母様が看病で疲れている時も、麻央の方がもちろん大変なのに、やはり自分よりも相手のことを心配する優しさ、それこういう言葉ということではなくて、どこまでも自分よりも相手のことを思う気持ち、これはね一番多かったですね。真央さんと出会って結婚されて家庭を築いて、今改めて真央さんはどんな奥さんですか。そうですね、分かりませんね、どんな奥さん、僕を変えた奥さんなんじゃないですか。どんなところ分かりません。真央さんが、真央さんがプロポーズの時に来世も、来世もそうですね、そのつもりです、その話もしました。ですがまあ僕が愛想つかされないように頑張らないといけないのか。その話をされた時、真央さんは何ておっしゃってましたか。あ、元気な時、はい、もう喜んでますよね。改めて今真央さんに伝えてまだね、昨日の今日なんで、こういうところも聞いてると思うんで、全部聞いてると思うんでね、言うことは言わなくても伝わると思うんで、まあ、いつも思ってるよねっていうことですね。真央さんのブログに励まされた方に伝えるみたいな。そうですね、はい、真央のブログや真央の存在で励まされた方々がいらっしゃるということで、今回のこういうような形もある意味取らせていただいたと思うんです。実際そういうことがなければ、まあ、このようなことをご報告すること自体が、まあ、形としてはどうかと思います。ですがそういう多くの真央のことを応援してくださった方、そしてまた真央のことを共に戦っている方々、本当に、昨日先に旅立ちましたけれども、ずっと真央はきっと皆様のそばにもいると思うんで、本当にいろいろありがとうございました。では以上でございます。はい、どうもありがとうございました。